汽車の絵本21より、ビルとベン。ビルとベンはエドワードの視線の港にいるタンク機関車です。それぞれ4つの車輪と小さな煙突とドーム、そして小さな機関室がついています。港にいる船や本船の機関車に貨車を届けるのが彼らの仕事です。貨車には近くの丘から掘り出された土がたくさん積まれています。この土はお皿や紙、ペンキなどたくさんのものを作るのに必要な大切なものです。ある朝、2人は貨車をいくつか並べてからさらに貨車を集めに行きました。でも帰ってくると並べておいた貨車はすべてなくなっていたのです。二人はびっくり。機関士たちはそこにこぼれていたオイルを調べ、これはディーゼル機関車の仕業だなと言いました。ビルは、なんだって？ベンに聞きました。ベンは、ディーゼル風さ、機関庫にディーゼル風に注意するよう張り紙があったと答えました。そういえば咳やくしゃみをするとディーゼル風が広がるって書いてあったね。昨日君咳してただろ。助手さんがその後掃除してたよ。ああ、でもその埃のせいでまたくしゃみをしてた。だからディーゼル風が来たのは君のせいだよ。違うよ、そうだね。二人ともやめなさい、機関士たちが言いました。ほら、傘を助けに行かないと。ビルとベンはぎょっとして、傘みたいにディーゼルに魔法で消されちゃうよと言いました。機関士は笑って、魔法なんてかけてないさ。僕たちが魔法をかけてやればいい。いいかい、ディーゼルは君たちが双子だっていうことを知らない。だから名前とナンバープレートを外して、それから。ビルとベンは嬉しそうに笑いました。いいねやろうやろう。やる気満々です。エドワードの操車場に忍び込んでいくと、ディーゼルが亡くなった貨車と一緒に側線にいるのを見つけました。ベンが後ろの方に隠れると、ビルは勇気を出して本線へと続くポイントのところまで進み、ディーゼルと向き合いました。ディーゼルはビルを見て、どうかしたかい？と聞きました。ビルは、ああ、貨車を返して。これは私の貨車だ、ディーゼルが言いました。そこをどいてくれ。ビルは怖がるふりをしました。そんな威張っちゃって、後で後悔するぞと泣きながら言います。そしてバックして反対側まで行き、貨車の後ろに隠れました。今度はベンが前に出てきました。ディーゼルは急ブレーキをかけます。貨車泥棒！ベンが一言言って走り去っていき、今度はまたビルがやってきます。ディーゼルの目が回るまで、これが何度も何度も繰り返されました。やめろ、目が回る。二人はディーゼルの両側から彼を見つめました。ディーゼルは、二人だったのか、弱々しく言いました。そうだよ、僕たち双子さ。そうだと知っていたらな、ディーゼルはうなりました。ちょうどその時エドワードがやってきました。ビル、ベン、なんでこんなところで遊んでいるんだい？遊んでなんかいないよ、ビルが反論します。貨車を助けに来たのさ、ベンも主張します。どういうこと？エドワードが尋ねました。
エドワードだって許可なしに僕たちの操車場に入ってこないでしょ。それに僕たちがお願いした貨車だけを運ぶよね。なのにこのディーゼルは勝手に入ってきて僕たちの貨車を持ってったんだ。君たち、ずいぶん失礼なことを言うんだね。エドワードがピシッと言いました。このディーゼル機関車はメトロポリタンビッカーズ2型なんだぞ。聞いて双子は罰が悪くなりました。ごめんなさい、メト。いいんだよ、ディーゼルは笑いました。ボコって呼んでくれたまえ。僕こそ貨車のことを分かってなくてすまなかったよ。ボコ、気にしないでください、エドワードが言いました。ビル、ベン、ボコの貨車を取りに行って、そしたらこの貨車も持って行っていいから。双子は大急ぎで走り去りました。エドワードは微笑み、あの二人悪気はないんです、ただたまにとてもイライラさせるようなことをするんですよ。僕はクスッと笑って、とてもイライラか、その通りだなと言ったのでした。